Every morning 満員電車つり革にぶら下がる通勤の日々うつろな視線は今も変わらない幼き頃はこの国も少年で希望に溢れていた高度成長期の両親はオプティミストマーティン・ルーサー・キングに光を見てケネディ暗殺に闇を知るテレビに流れる LGBTQ私が知る家族の形はすでに崩壊した仕事をなくし居場所をなくした振り上げた拳の下ろす場所はない兄貴の嫁は男だった介護施設に残されたがやるせないアメリカに憧れ自分をなくした未来を託す相手すらいないひたすらこの国を漂う